ここ畑です。一回ちょっと草買ってみて、その後、知らんぷりしてるとこなんですけど、うん、確かに言われた通り、草、枯れてっから、この段階から、トラクターで回せば、十分だね。芋、掘った、跡があって、そこ一回ありか、鳴らしてからだね。あ、いい感じだと思います。なんだっけ？場所忘れた。原の上、これも昔、田んぼだったけど、今畑になって、畑というか、何もしてないとこですけど、どこまでがうちかわからないけど、もしこれだけだったら、まあ、綺麗になってるな。ちょっと場所確認ですね。あと、原の上です。まあ、随分綺麗になってるな。随分綺麗になって、隣のお茶畑がやっぱり綺麗に買ってあるんで、これ真似したいんですけど、ここもちょっと踏みつけないと、あ、ここ薪持ってくかな。ああ、この辺、あ、いい薪ありますね。木、これこの前切ったんで、だいぶ明るくなったから、多分春には、また今までと様相は変わってくるんじゃないかと思います。で、もう一個、上の段は、ちょっとやらないとまずいな。柚子がすげえ落ちてる。取んなかったからね。あと、春先、全部竹切ったのがまた、ちっちゃいやつ入ってきちゃったから、これは、ちょっと倒しておかないと、あとでしんどいな。ちょっとしんどいな。柚子が、一本、いで、育った。一本、二本、三、ありますね。うわ、危ね。で、柚子が、もうトゲがすごいんで、で、これが、また硬くて、枯れても全然硬くて危険なんだよね。ちょっと考えましょう。はい、菊屋の前です。ここ、うわ、ここ、もうすごいんだよな。どうしようかな。お、ゆずだらけだな。いやー、おっかねえな。ゆず。で、ずいぶん前に、この木切っておいてよかったな。この木を切ったので、もうでかいのは、あともうこんだけ。まあ、これは業者だな。もうしょうがない。そんなでかいのは。あと、いや、もう、だったらもう、ゆず畑にしちゃってもいいんだけど、ゆず、こんなにあってもしょうがねえな。どうすんだ、これ。マジでどうすんだって、ここ結構課題だな。でも、富士山見えるし、家建てるにはいいんだよな。角だし。見えるし。売れるかな。まあ、やっぱりそういう意味だと、この、家の前のこの、母さんの遊び場が一番の問題だな。もう全部起こしちゃってもいいけどね。雑草だよ、雑草。